ビーコンの記録が最高だ。彼から多くを学べるだろう。人造人間は全員逃がした。シフトが終わるまであと1時間ある。確認しました。エージェントフィクサーが到着。任務があります。人造人間の輸送の効率を高めなければ組織全体が危険にさらされる可能性が日々増加します。解決策、新たな配電センターを設置する必要があります。配電センター、それは何だ？レールロードは配電センターを隠れ家と呼んでいます。人造人間たちを保管し、そこから連邦と呼ばれる地帯を通って安全に脱出させるための場所です。任務の詳細を説明します。目的地を制圧後、レールロードの貴重品を守るために防衛力を強化します。新しい配電センターのコードネームはマーサーの隠れ家になります。幸運を祈ります。君が一緒でよかった。時々物語が正しくなる。モールデンで頑張ってくれた。仮眠をしていたら突然襲われた。配達人に備える方法をいくつか思いついたよ。君の最悪な鉄砲をもっとだから在庫を調べてみて。何があるんだ？何が必要かによるさ。スイッチボードが光をなくした時に全てを失ったんだ。エージェントがこの分野のものの供給をもっとくれるといいんだが、そうすればもっとおもちゃを作れるから。もらったものを見るかい？何があるか見せてくれ。見てくれ。やあ。センサーで検査したら君はクリーンだって。やったー。虫がついてないぞ。センサーで調査したのか。デズがさせた試験は全部やった。 EMF スキャン、生物学的スニッファー、そして他の最新のセキュリティ。調査の結果、インスティチュートは君を見張っていない。でもその調査は嘘だ。分かった。何か外で食べた？もしそうなら奴らに見つかるよ。本気で何かを食べるかと聞いているのか。外の食べ物は危険だ。汚染されている。だから自分で食べ物を育てているんだ。純粋、現地の栄養、見えないものは食べてないよ。そうして安全を保っているんだ。インスティチュートは小さな顕微鏡でしか見えないようなロボットを食べ物の中に仕込んでいるんだ。そして報告させる。トム、それはクソったれだな。分かっていないな、キャリントン。インスティチュートが君の血の中にいるんだよ。血の中に？絶対違うよ、トム。検査してあげる。徹底的に。赤血球、白血球、血小板。君が予想している全てを。それに少しでも怪しいと思わなかったの？結果は完璧すぎる。期待以上に。だから奴らがからかっているんだ。インスティチュートはそんなことができるのか？みんながトムのやつ、イカれてると言っていたよ。正しいとわかるまでは。インスティチュートは我々のことをずっと研究していることを理解するべきだ。想像できる限り最悪の騒ぎを起こすイカれた蜂みたいなものさ。覚えていろ、血の中で。わかった。もし君が本当に安全になりたいのなら少し助けさせてくれ。デズデモーナはその必要はないけれど、これが小さなロボットを殺すと言っていた。君の血清には硫酸でも流れてるのか。卵を使わずにオムレツを作ることができないだろう。用意はいい？撃てよ、トム。わかった。彼を励ましてるの？君、わかるね。ここでいろいろしているから、君が行って何でもいいから実行してきて。そして帰ってきてくれれば君を立て直すから。協力に感謝する。君とはもうチームだ。敵をやっつけよう。今アイデアを頭の中で組み立てているんだ。少し時間をくれ。
当にフリーダムトレイルを歩いたの？一人で？気をつけて。インスティチュートはどこにでもいるから。はい、どうぞ。お前は毎日何かを虐殺しなくても大丈夫だった。本当だよ。ここに住んでいた人はもういない。素晴らしい。人間と機械のインターフェースを 100% に設定。こんばんは、エージェント。私の記録ではマーサーの隠れ家は確保済みとなっています。報酬を分配、さらなる支援を要請します。極秘作戦用の貯蔵庫の場所を確認。我々の組織に必要な補給品が保管されています。レールロードの指導者は周辺にいる敵勢力から貯蔵庫を守るよう要請しています。貯蔵庫には何が？中身は機密情報になっています。しかし貯蔵庫を確保すれば我々の組織の有効性が
2% 上昇します。警告、誤差の範囲は 3%。 貯蔵庫は戦術的対監視プロトコルの遵守によって隠されています。この RFID 機器を持って貯蔵庫に接近すると場所が判明し、鍵を開けることができます。この機器の使い方は？機器はあなたを DIA のジョンソン大佐と認識するよう調整されています。ジョンソン大佐は連邦と指定された地域の DIA の全軍令にアクセスする権限を持っています。あなたの行動目標は貯蔵庫の確保です。別行動で動くランナーが中身を運びます。人間と機械のインターフェースを終了します。ここでお前が死ぬはずなんだが。さっきまで戦っていたんだよな。あいつらにそれを教えた方がいい。死体と寄り添うのに飽きたら行こうぜ。
するのかしないのか。俺たちはしばらくの間一緒に旅をしてきた。少し話したいことがある。何について話したい？俺は単独行動に慣れている。だが正直な話、お前と一緒に働いているといろいろ逃しているのではと思ってしまう。誰かに背後を守られるのはとても新鮮な気分だ。特にいつインスティチュートに見られているかわからないからな。どんな時でも援護はいいものだ。その通りだ。本部で妬んでいる連中がいる。お前は例の長い眠りをして、全ての知り合いはとっくにいなくなっている。待て、希望のあることを言わせてくれ。レールロードの人間がミスった場合、友人や愛する人たちを危険にさらしてしまう。お前にはそれがない。大切に思っている人がなぜ危険に。コーサーが矢探しを始めるとき、レールロードの隠れ家だけを狙うわけじゃない。斧で惨殺された友人や家族もいる。インスティチュートは復讐心に動かされているのか、それとも情報に誤りがあるのか、どっちにしろ残された人に関係ないことだ。俺にはあまり関係ないことだ。俺は人造人間だ。少なくともそう言われた。だから失うものは何もない。グローリーや俺、それと他の奴らは大義のためなら何でもする覚悟はできてる。人造人間なのか。なぜもっと早く言わなかった。それについて話すのは好きじゃない。俺は頭蓋リブートを施された最初の人造人間の一人だ。だからちょっとしたやっつけ仕事だった。普通の人造人間は偽の楽しい記憶を持っている。幸せな家庭や家族。俺には何もない。そういうのって結構辛いんだ。一緒に旅をするわけだから、これを受け取ってほしい。俺のリコールコードだ。インスティチュートについて何か知りたければ言ってくれ。信用してほしいなら証拠が欲しい。わかった。やられたよ。お前は騙せないってか。悪く思うなよ。俺はみんなに嘘をつく。もしかしたら俺は家に守るべき人がいる人間かもしれない。でもやっぱりそうじゃないかもしれない。誰であろうが何であろうが、お前のことは気に入っている。俺はこれだけは信じてくれ。俺はお前の味方だ。ずっとそうだった。俺が挙げたコードは厳正なる真実だ。本当に信用できる人は限られてる。誠実に見えてもそいつはインスティチュートのために働いている人造人間かもしれないんだ。ややこしいのは 90% の時間は人は正直でいて、残りの 10% は遊ばれていることだ。それに気づかないといけない。
何？上に参ります。トムには君が必要だ。そのことをいつもうるさく私に言っているんだ。人造人間は全員いました。ディブロビアンメソッドを使って再発分析を始めます。パム、現在の任務は完了。 DIA の貯蔵庫を確保した。報酬を分配、新しい任務がアサインされる可能性あり。